滋賀原子力発電所の滋賀原子力発電所は石川県白隠郡滋賀町にある北陸電力の原子力発電所の北陸電力が唯一保有する原子力発電所で能登半島中部の西側滋賀町の赤澄地区に位置している発電所の山側には発電所で使用する工業用水用のロックフィルダム大坪川田が設置されている北陸電力が管理 市が原子力発電所には、施設周辺の環境を配慮する形で、海底トンネル方式の放水路、取水路、一文字方式の防波堤、潮流への影響を少なくするためが採用されている。この取り組みが評価され、1995年に原子力発電所としては初めて、グッドデザイン賞を受賞している。北陸電力は、1965年の 長期計画の中で将来の電源構想として原子力発電を盛り込み原子力発電所の用地選定を進めた。その中で能登半島の4カ所を候補地として選び発電所建設の地盤、地質に適した志賀町の赤十地区と都議町の福浦、福浦地区を選定した。赤十地区は当初から発電所建設を受け入れる方針であったため、1967年に 調査用地の買収が行われた。反面、福浦地区は建設に反対し、北陸電力は福浦地区での建設を断念。1970年に赤十地区のみで建設計画を進めることになる。だが、建設に同意した赤十地区でも反対意見があり、建設計画は長期間停滞する。 1980年代後半になると、地質調査が行われてからは発電所建設の流れが進み、1988年に発電所が着工。1993年に原子力発電所を保有しない、沖縄電力を除く電力会社9社では、後発の原子力発電所開設された。1号機及び2号機とも想定される地震の強さは600マル。 津波の高さは5メートル。滋賀原子力発電所の1号機では、プルサーマルの導入を計画しており、2010年6月28日に、石川県に対し、実施申し入れを行っている。2011年現在、2015年度を目途に1号機での、プルサーマル導入を目指しているが、北陸電力会長の長原伊佐は、震災もあったし、九州や北海道でもやらせ、 問題もあったので、当面は無理と発言し、市が原子力発電所での導入の凍結を示唆した。この発言に対し、北陸電力は、プルサー・アマル計画を凍結していないと公表。ウラン資源の有効利用やエネルギーの安定供給などの観点から、ウラン燃料のリサイクルは必要としている。2011年3月11日の東北地方。 太平洋沖地震によって発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故に対し北陸電力が3月18日に発表した対応では当初想定される津波の高さが5メートルで発電所敷地原子炉建屋の標高が11メートル確保されているとして防潮堤の設置は行わないとしていた翌月の4月8日に公表した追加の対策として 非常用電源車の配備の他に新たに発電所、敷地前と海水ポンプ前に4メートルの防潮堤を追加で設置するなど今後150億円をかけて対策することを決定した。なお、2011年4月現在、1号機は同年2月28日にポンプ部品の不具合で運転を停止中、2号機は地震当日の3月11日から 定期検査で運転を中止しており、現在は両機とも運転再開の目途が立っていない。市が原子力発電所における事故としては1999年6月18日に1号機で起きた臨海事故がある。国際原子力事象評価尺度 INES はレベル2。当日は定期検査のため停止中で、制御棒は挿入状態であり、原子炉の蓋は 開放状態にあった。制御棒の制御装置は、水圧式のピストン構造になっていて、手動で行う場合は挿入ラインのバルブ及び、引き抜きラインのバルブの開閉による、水圧調節で行われる。正しい手順として、本来は、水圧逃がし、バルブを開いて、水圧を下げた後に挿入ラインのバルブを閉じるべきで、あったが、人員ミスにより水圧逃がし、 バルブを閉じたまま挿入ラインのバルブを閉じたため、相対的に引き抜きラインの水圧が上昇し、制御棒が引き抜かれ始めた。3本の制御棒で同様の誤操作があったために予期しない臨海が始まった。直ちに制御室で緊急停止ボタンを押したが、点検中だったために、水圧制御、ユニットアキュムレーター、緊急的に制御棒を挿入す安全装置が、 無効化されていたために作動しなかった。そのために作業員が閉じられた挿入ラインのバルブを手動で開いて制御棒を挿入して臨界の停止に成功した。外部への放射能漏れはなく臨界していた時間は15分間だったとされている。人員ミスの要因としては初めてバルブを操作する操作員が配置されていたという点、及び手順書に水圧逃し、 バルブを開くという手順が記載されていなかったことの複合が原因だったとされいる。国への臨海事故の報告は直ちに行われておらず、2007年3月15日になってこの事故の存在が明るみに出たために臨海に至った事故を隠蔽したと批判を受けている。経済産業省はこの事故を重大事故とみて、事故の発覚時に北陸電力の社長であった長原伊佐を、 同日16時に呼び出し、滋賀原発1号機の運転停止を命令した。北陸電力は、同日18時から運転停止作業に入った。臨海事故の隠蔽が発覚してから、北陸電力は、信頼回復の一環として、これまで、富山県富山市の本店にあった、組織の一つ、原子力部を、発電所の足賀町に移転させて、原子力本部を新たに設置。同時に、 石川県金沢市に地域共生本部を設ける気候改正を2007年6月27日付で実施した。2012年7月、原子力安全保安院の専門家会議において、発電所敷地内のシーム、亀裂が活断層である疑いが指摘され、敷地内破砕体の追加調査の指示を受ける。2016年3月3日、 原子力規制委員会の有識者調査団は2015年7月の調査報告書で活動性は否定できないとしたが別の専門家から意見をも踏まえ活動したと解釈するのが合理的とする新たな報告書案をまとめた2016年4月27日原子力規制委員会は有識者会合の1号期限白盾や直下の断層について 活断層と解釈するのが合理的とした報告を受理した。この報告書が覆らなければ1号機は再稼働できず、2号機も大幅な耐震工事が必要となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。